はい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 、皆さんおはようございます。ガミです。はい、僕は今埼玉県にある鉄道博物館に来てるんですが、今回この動画は E5 系のグランクラスに乗ってきたっていうことで動画をやっていきたいと思います。鉄泊の新館っていうのが今年に開館して、でそこに E5 系のグランクラスの車両が展示されてるんですよね。で普段はグランクラスの車内は公開されていないんですけど、クリスマスの期間中っていうことで今回特別に公開するということなので、じゃあ今回はグランクラスに乗っていきたいと思います。グランクラスって乗ったことないんですよね。まさか鉄泊に展示されている E5 系が初乗車になるとは思ってもいませんでしたが、で今の時間はだいたい8時35分ということなんですね。で開館が10時ということなので結構余裕を持ってきたんですが、果たして何人ぐらい並んでるのか、もう多分すでに10人ぐらい並んでるんですよね。じゃあ僕もじゃあその列に並びたいと思います。この時間でだいたい20人ぐらい並んでるっていうことなんですね。でグランクラスの展示会は各回6人かける9回なので54人しか行けないんですね。まあこれぐらいだったらいけんじゃねえかな。今9時50分ですね。開館まで残り10分なんですけど、めちゃくちゃ並んでんな。ちょっと後ろは映せないんですけど、だいたい100人以上これ並んでますね。いや本当早く来といてよかったねこれ。浮かせるんじゃないですか。そう、館内走っちゃいけないから早歩きで競歩みたいな感じで行くしかない。そうですね、みんな走ってるけどな。そうね、これ大丈夫かな。こっちから行こう。みんな走んな。いやこれ大丈夫かな。やべえな。ちょっと結構早い位置で来たんだけど。大丈夫です。はい、1名様ずつで。あ、そうです。はい。一緒の方がいいですよね。あ、一緒ですね。じゃあこちらね、2枚お渡しいたします。整理券は1枚ずつお持ちになっていただきまして、紛失してしまいますと入れなくなっちゃいますのでご注意ください。裏面に注意事項ありますのでしっかり読んで5分前にお会計お願いいたします。今の時刻はだいたい10時10分、開園から10分ぐらいしか経ってないんですけど、この整理券はもうほぼ売り切れっていうことなんですね。E5 系のグランクラスはこれは一般公開はしてないんですけど、400系の方はこれ日常的に入ることができるので、じゃあ400系のグリーン車に乗っていきたいと思います。じゃあその前に車内、外をちょっと見てみますかね。この E5 系の方は鉄泊に展示するために特別に作った車両なんですよね。だから車両の番号が E514 の9001番ということで、営業用の E5 系には9000番台ってやつはないんですけど、これは9000番台ってことなんですよね。で400系の方はこれ実際に走っていた車両なので、若干床下がやっぱ汚いんですよね。じゃあ400系のグリーン車入っていきたいと思います。そうね、行き先は東京なんだね。400系だとやっぱ幕式なんだね。それ以降の新幹線は全部フルカラー、LED だけどね。あ、でも車内結構混んでるな。400系のグリーン車ってこれ3列シートなんだよね。いらっしゃいませ。はい、すいません、新幹線の自由席で切符をください。ああ、当店で、ね、残念ながらね、自由席売ってないんですよね。ああ、指定席だったら売ってるんですか。じゃあ指定席お願いします。あ、大丈夫です。520円高くなっちゃうんですけど。ああ、大丈夫です。520円はね。指定席で、今あるのが東北、山形、秋田、上越、北陸ってありますけど、どれにしますか。じゃあ東北新幹線お願いします。あ、東北新幹線で分かりました。じゃあ乗る駅を、選んでいただきたいんですが、東京か上野か大宮からだったら乗れるんですけど、どれにしますか。じゃあ東京の駅です。あ、東京で分かりました。で降りる駅なんですけど、小山から新函館北斗の間だったらどこでも降りれるぜって感じなんですけど、どこにしますか。じゃあどうしようかな。じゃあ二戸お願いします。あ、二戸で。二戸はこれだね。
あれ、話します。あれ、大人ですか、子供ですか。大人です。で、乗る列車なんですけども、今あるのが11時20分発のはやぶさ19号から16時20分発のはやぶさ31号までありますけど、どれになさいますか。じゃあはやぶさ23号。23号で、わかりました。はやぶさ23号ですね。これ多分 H5 系じゃないんですけど、大丈夫ですね。ああ、じゃあ15時20分ですか。あ、15時20分、はい、了解です。あえて変え。はい、じゃあ確認なんですけども、今日ですね、12月22日土曜日の、東京から二戸のはやぶさ27号を3号車5番 A 席でこれ撮ってるんですけど、大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい、じゃあ発見します。あ、本当だ、出てきた。すげえな。じゃあ最後に切符の確認をお願いします。はい、東京から、二戸までですね、本日の12時50分発のはやぶさ27号3号車の5番 A 席で撮ってますね。これ本当の駅では使えませんので。ガチで使わないことだけ注意してくださいね。はい、じゃあありがとうございます。185系の試運転も今日やってるんですね。床下が結構綺麗な感じだな。じゃあいよいよ、グランクラス乗っていきたいと思います。グランクラス乗るの初めてだからめちゃくちゃ緊張するな。こちらエコスについている、グラスになります。これ実際にあのグランクラスで、利用しているグラスになりまして、の席番見ていただいて指定された席におかけください。指定された座席におかけください。後ろが1です。こちらが2になります。 ABC で指定の席をお座りください。っていうのは万が一壊れた時に交換になるってことになります。だから決戦だけしてないだけど物は一緒なんで。ん、座席、まだ回ります回ります回りますよ。ただ回って電動でリクライニングを動かすと足の背がぶつかっちゃうんで、まあ本当18席で家1軒買えるぐらい、都内では買えないけど、埼玉だったら買えますよね。もうだいぶリアルな。他の県とかだったら18席分の座席の金額だけで多分埼玉県だったら1軒は買えますね。ですので、走行機器ですとか保安装置ですとか、必要のないパーツというのは一切ついてない状態です。で、この後ですね、映像で見えるこの機器、はい、そんな感じでございます。本当だ。めっちゃ倒れんだこれ。はいはい、で先ほどね、小さいお子さん寝ちゃいました。寝ちゃいました。快適すぎて。あとですね、個別の背もたれとか、ね、座面とか、足の背ですね。そこの操作はこちらでも。そうなんです。はい。このカバーと、これが読書灯ですね。これを回すと読書灯が。
つくらしいのね。はい、ここ回すとこに読書灯がつきますね。本当だ。それからですね、あとグランクラス、倒す。で、ちょっと前に寄せて、こう、裏返す。こんな感じですね。あ、なんかテーブルが出るのか。これを倒して、はいはい、で、こうして持ち上げて、前に出して。で、これ広げると。はい。これをね、畳んでない、こっち出ないので、上げて、こっちへ前に出して、こういう顔を。すげえ。以上、グランクラス体験の動画でした。 A コースにするとこんな感じで、グランクラスで実際に使われているグラスが2つついてくるっていうことなんですね。まあ、こっちは4000円のコースなんですが、1000円で座席のみに座ることも可能だということですね。いや、でもグランクラス実際に走ってる車両に乗るってことはまあまずないと思うんだよね、うん、だって普通に乗るよりも1万円ぐらい高いからね。でもめちゃくちゃ貴重な話も聞けたし、めちゃくちゃ貴重な体験もできましたね。これはね、全然1000円の価値はめちゃくちゃあると思うね、うん、で、なんだろう、この展示してある E5 系が、ね、現役で走ってるやつが引退しちゃったら最後の E5 系になる可能性があるっていうことなんですよね、うん、だからそれを見越して作ってるっていうお話もすごくためになりました。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。